これは中国の昔話。シーサンパンナというところに若い狩人がいた。道に迷って静かな湖にたどり着くと、七羽のクジャクが舞い降りた。クジャクたちはその羽衣を脱ぎ捨て、美しい娘となる。狩人は一番下の娘が木の枝にかけていた羽衣を隠すが、困って泣いている娘に声をかけてしまう。驚いた姉たちは飛び去っていった。娘は頼んだ。返してください。狩人は言った。返しますが、結婚してほしい。娘は承知しました。彼女はクジャク王の七番目の王女。なおクジャク姫と申します。クジャクの舞。その後二人は戦争に巻き込まれ、狩人は戦に出されます。人々に騙されたクジャク姫は、狩人と出会った湖へ飛び立ち、そこに住む白いおじいさんに、金の腕輪を託します。戦から戻った狩人は、金の腕輪を受け取るも、もう一度会いたいと願う。おじいさんは魔法の弓と矢を渡すと、三つの危険を乗り越えなさいという。進む狩人に大きな岩が崩れ落ちる。矢を放つと岩は止まった。煮え立つ川に矢を放つと、川から真っ赤な竜が現れ、橋となって渡してくれた。炎の砂漠で矢を空に放つと、2羽の大鳥が現れ、狩人を運んでくれました。クジャク山に着くと、鳥の娘が水を汲んでいます。クジャク姫を知りませんか？狩人が尋ねると、娘は、この水をクジャク姫のところへ汲んでいるのだと答える。狩人はこっそり水桶の中に金の腕輪を入れます。クジャク姫が水桶の中を見ると金の腕輪が光っていました。あの方が来てくださった。姫が駆け出すと狩人が立っていました。二人は抱き合って再会を喜び、あの湖のほとりで仲良く暮らしました。このまま古事記を見てみましょう。大久米は神武天皇に尋ねる。七人の中の誰を選びますか？神武天皇が選んだのは、姫たたら伊助頼姫、神の御子と言う。読みの国から帰ったイザナギは、服を脱いでみそぎをする。大国主は裸のウサギを助ける。八神姫が木のに子供を挟む。イザナギは死んだイザナミに、もう一度会いたいと言って、読みの国へ行く。ニニギの天山降臨に、雨の端弓と雨のまかごやがある。塩土神が綿摘の宮を案内する。大国主を木で焼いた大きな石が襲う。スサノオは橋の流れてきた日の川でヤマタノオロチを倒す。アケタツ王たちは日の川の中にプロス橋を作る。ヤマトタケルは火に囲まれ、後に白鳥となる。山幸彦が待っていると、鳥の娘が水を汲みにやってくる。山幸彦は首にかけていた玉を水の器に入れる。娘はそのまま豊玉姫に差し出した。山幸彦と豊玉姫は結ばれる。山幸彦は歌う。水鳥が
折りつく島で、契りを結んだ。我が妻は忘れられない。世の終わりまでも。神武天皇は歌う。芦原の茂った小屋に、すだたたみ、清らかに敷き、二人で寝た。そこにこう、記されます。その川の名は、西。山百合の元の名であると。いろんな側面があって、面白いです。羽衣そのものは、わかりませんでしたが、当時は見たこともない。クジャクの羽を刺したかもしれませんし、ニニギ、タケル、スサノオの登場から、草薙は何か関係あるかもです。そしてふと、草薙と、イザナギって、もしかして関係ある、などと、思ったりもしました。